こんばんは、ゆりですモザイクだらけの人に負けるわけなんかないですよ。おはばく、そもそも前の勝負僕勝ってますからね。こんな映像必要あります？今日勝ってモザイク剥がしてやりますよ。前は遊びでごまかせたけど、大きな舞台で負けちゃって大丈夫ですか？歌で顔なんて重要じゃないけど、今日証明してやりますよ。顔って結構大事だよ。俺みたいにさ。おはばくです。陽子に見習っておはようボイスを撮ろうかなって思ったんですけど、何を話せばいいのやら。おはようボイス、イケボで喋れば何でもいいってわけじゃねえぞ。みんなもイケボで聞きたいでしょ。I like you。 彼の歌声素晴らしいけど、結局キメラズの力が大きいんじゃないですか？嫉妬ですか？昨日もキメラズにご飯連れて行ってもらっちゃった。サクッと勝ってきばーく。こんにちは、ゆりです。バクです。今日はバクを、仲間だけでどっちが上かをはっきりさせたいと思う。はっきりさせてやるぜ今まで一番セリフ地味でますけど大丈夫ですか？おい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 、顔に切ってんぞ。おい、モザイクあるから何でもいいと思うなよ変容しちゃうもんねそれでは早速バトルスタート。ユーリン No.12。 ルール説明。カラオケ採点の点数で戦う。自分の歌、相手の歌を歌い、合計の点数で争う。今回戦う曲は、不言論、ベテルギウス。Ready、Fight。 聞いてください、不言論。すぐに誰かを羨んでみたり、否定して気持ちよくなってみたり、瞬間支援 SNS も全部なくなって困らない。ああ僕らはとても簡単で、アルゴリズムに支配されて、ああ自分を愛せなくなってしまうんだろう。どうしてどうして生きてゆけない、宇宙の端っこの小さな世界でけなしらってる。言葉はいらないかな、言葉はいらないかな、隣で泣いて笑ってくれる君がいい。 I know I know 形を僕ら作ろうと悩んで今日も生きてる。それだけが難しい。ああ僕らはとても難解で、何千年かけてわからなくて、ああ今日も自分愛せずに泣いてるんだろう。どうしてどうしてわかってくれない、地球の端っこの小さなベッドで慰めてる。言葉はいらないから、言葉
んて大それたこともないで、君は君の命だけ守ってくれよ。裸の君を見たとき、たくさんの傷がついててよ、誰にやられたのさ。これ、ジュンがいつも口ずさんでる。確かに。本当に。めっちゃ聞いてます。いや、めっちゃ嬉しい。おー、高い。まあ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 、いいんじゃない？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 ビブラートを器用に駆使していますね。音程もほぼ完璧です。誰がこれに勝てるんですかって話。バクだよって話。勝てる自信あります？勝てる自信しかないね。いや、ねえだろ。勝てるわけない。だって音程もビブラートも完璧って言われてんだよ。いやいやいや、こっからまたね、表現力とかなんかいろいろわかんないけど見せてもらいます。いろんなものを駆使して見せてもらおう。楽しみ。ちょっと、より倒しに行く。イケボだな。イケボだな。救いに誰か羨んでみたり、否定して気持ちよくなってみたり、習慣しえ据えるエースも全部なくなって困らない。ああ、僕らはとても簡単で、アルゴリズムに支配されて、ああ、自分を愛せなくなってしまうんだろう。どうしてどうして生きていけない、宇宙の端っこの小さな世界で蹴らし合ってる。言葉はいらないから、言葉はいらないから、隣で泣いて笑ってくれる君がいい。愛の愛の形を僕ら作ろうと悩んで、今日も生きてる。良すぎるね。ほらやばいわ。じゃあいい、点数とかじゃないもん、もうめっちゃいい。大それたこともないで、
か。死ぬほど良かった。いやめっちゃいいな。あ、どうだどうだ、あっ、あマジか。嬉しいな、でも勝ったの。だからバカ、今まだ曲に浸ってたから点数出すのはあと3分ぐらい遅れてますから。いやでもちょっと良すぎた。良すぎたね。良すぎた、本当に良すぎた。それしか言えないもんね。確かに。なんかさ、俺がよく顔で歌を歌うってこう言ってるんだけど、このバクはさ、モザイクじゃん、確かに。なんかその顔はさ、出ないじゃん。今日ずっとこう歌ってる時に、バクの顔見てたんだけど、なんかね、もうすごい、なんて言うんだろうな、もう真似できないぐらい切ない顔してるよ。確かに。で、なんか誰にやられたのさんとこで開眼する感じ。誰にやられたのさ。でもこの顔がなくてもさ、どんな表情して歌ってるか分かるっていうのはさ、このやっぱボーカルのすごいスキルみたいなのがあって、なんかすごくいいなってやっぱ思う。いやめちゃめちゃ嬉しい。でいい勝負だよ今。今何点差、今何点差。 0.5 点差。 0.5 点差。 0.5。 おー、まだまだ巻き返せる。いやいや無理でしょ。いやいや勝つでしょ。めちゃめちゃ強いからね。いやいやいや。Ready. Fight. 今俺が 0.5 点差で勝ってるってことは、はい、バックベテルギウスから歌って、うん、まあ俺が最後100点出して、100点出してこの動画終わりです。ただバックのベテルギウスめちゃくちゃ聞きたい。聞きたいね。なんかやっぱこの透明感のある声はいいよね。自分と全然違うからさ、うん、やるぞ勝つぞ、やれよバック。台本あるよそっち。台本台本みたいになってるよ。大丈夫そう。いくよ、じゃん。空にある何かを見つめてたら、それはもしだって君が教えてくれた、まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる、それを泣いたり笑ったり繋いでゆく、何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が不思議しも忘れた頃に僕らに届いてる、いてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日みたいだれ笑ったり繋いでゆく、何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身も忘れたのに、僕らを照らしてる、僕らを見つけ合って、僕出会って同じ空輝くのだって、二人だって約束して、遥か遠く終わらないベテルギウス、誰かに繋ぐ魔法、僕らの付き合ってた、くり合って同じ空輝く。
たら、それは星だって君が教えてくれた。ベテルギウスの技能ってヤバくない？怖い。ポイントがマニアック。どうだ。あ、高いな。おこれ高いな。あ、でもね、これ結構さ絶妙じゃない？高いね。でも全然勝てない点数じゃないよね。 0.5 点差以内でいいんだよね。ゆうりくんが 93.09 です。結構いかなきゃじゃん。おお。結構ベテルギウス93はきついんじゃない？何言ってるんですか。結構いい勝負よこれ。いやでも俺さっき94出したから。確かに2連続ぐらいで出してる。ちょっと圧がすごいな。アレンジ入れてやるよ。もうこうなったら。それで、ね、ああ確かに確かに魂震わせてやるよ。ダサかった今。うん。空にある何かを見つめていたら、それは星だって君が教えてくれた。まるでそれは僕らみたいに寄り添ってる。それを泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が星自身も忘れた頃に僕らに届いてる。僕ら見つけ合って泣くにあって同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらない。僕ら肩が伸びて取り合って進んでく。つなぎ時だって仲なぎって誓っただろう。遥か遠く終わらない。ベテルギウス君も見えるだろう。祈りが記憶をたどる蘇るよ。君がいつだってそこにいてくれること、まるでそれは星の光と同じように、急に泣いたり笑ったり繋いでゆく。何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身も忘れた頃に僕らを照らしてる。僕ら見つけ合って抱き合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらない。ベテルギウス誰かに繋ぐ魔法。どこまでいつまで生きられるか、君が不安になるたびに強がるんだ。大丈夫、僕が横にいるよ。見えない線を繋ごう。僕ら見つけ合って手繰り合って同じ空輝くのだって二人だって約束した。遥か遠く終わらない。ベテルギウス誰かに繋ぐ魔法。僕ら肩並べて取り合って進んでいく。繋ぎ時だって二人だって誓っただろう。遥か遠く終わらない。それは星だって君が教えてくれた。
アレンジいったね。悔しいぞ。うわっ、うわやっぱり俺今もう俺の切り札全部使っちゃったのよ。これ俺の勝ちやね。悔しい。俺喜びの前やるんで悲しみの前やってもらって。悲しみね、分かります。まあ完全に僕の勝利ということで今日は終わりたいと思います。なんかアレンジしても93点いくんだっていう感じ。不言論今日アレンジした？アレンジしてねえな。いやせっかくだから。くっそー、過去一の接戦になってる。え、点数的には。ほんと？うん、47点差ぐらい。いやいや、俺アレンジしてるわ。いやいや、でもめっちゃ良かったな、本当に。めっちゃ良かった。なんかでも、ちょっと今こんなハッピーな感じではなってるけど、うん、罰ゲームがあります。お、あるの今日罰ゲームがある。後出し悪いな。後出し悪いな。これ俺が勝ってたらどうなってたんだ。何でも言うこと聞いてました。何でも言うこと聞いてた。本当に何でも聞いてたよ。ってことは何でも言うこと聞かされるってことか。そういうことです。で、あの前回さ、コラボした時にさ、うん、バクの妹、ヨウコ、はい、出るんですかって聞いたらさ、それはちょっとお楽しみでって言ってたけど、うん、出るでしょ。どうだろうね。いや出んのよ、絶対出るよ。絶対出る。ケメラズに勝手にこんなこと言ってるってなったら怒られるかもしれないけど、絶対出るから。そのヨーコのなんかミュージックビデオちょっと少しだけ貸してほしいなって。貸してほしい、うん、ちょっと一番だけ。うちの妹を貸してほしいと。はい、MV どっちに出るから。もう出る前提の話が進んでるけど。逆に出ないんだったら今から作ってくれって話よ。陽子はあんまりこう YouTube でこう出てもらってないから、確かに。ちょっとどん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 ちょっと連れてきてください。 OK、 じゃあ妹を連れてきて、まあ僕一緒に出るかはちょっと分かんないけど、妹だけ出てよ、出てよ。なんで出ない？あのやり取りを見られるのが恥ずかしい。みんな Twitter 見た方がいいぞ、マジでマジで見た方がいいぞ。本当にね、おもろいかな。だからなんかどん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 、うん、このバクと陽子を、まあ今こうモザイクはかかってるけどさ、中身はちょっとずつこのゆいチャンネルでさ、うん、バクのことはどんな人かうっすら分かってきてるじゃん、うん、もっともっとこう解明していきたいと思うので、皆さんぜひ概要欄にアキメラズのアカウント全部貼っとくので、うん、そちらを見ていただけるととっても嬉しいです。ということで、チャンネル登録とグッドはお忘れなく。バクくんでした。じゃあね。チャンネル登録お願いします。